笹栗歴史塾開講。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回はですね、はい、江戸時代が終わって明治時代が始まるまでというところをやったんですけども、ペちゃん、ちゃんと覚えてますか？はい、いや、もちろんですよ。やっぱ坂本龍馬さんのとこですよね。うん、そうだね。いや、だから坂本龍馬さんが今でも生きてたって思うと、うん、なんかいろいろ考えちゃうよね。今でも生きてたらっては無理だと思うからね。でもあそこで暗殺されてなければ、うん、当時の日本はもっと外交してさ、もっとうん、おしゃれというか、こうなんか近代化になってたと思いますけどね、僕は。まあまあ、その近代化どんな感じでこれからされてきたかっていう話をもうこれからやっていきますから。あ、なるほど。明治初期のね、その日本が江戸幕府が終わってからの近代化されていくまでを、はい、今日はね、ちょっとやっていきますから。よろしくお願いします、先生。はい、先生、お願いします。あれだけ国内でね、いろんな思想や主義、はい、派閥が出て戦争までして、ようやく新しい時代になった日本は一体どうなっていくのかっていうのを今日は漫画を使って学んでいきたいと思いますので。さあ、明治時代に入りましてですね、はい、新政府の人々は近代国家を目指すために江戸時代までの制度を改め新しくしていこうと動き始めていきますね。明治に入ってからの政治、経済、社会の変革をこれ明治維新というんですけども。ああ、明治維新、はい、その明治維新の、内容をちょっとこれから学んでいきましょうということですね。なるほど、はい、はい。まずは、明治維新の、はい、まあ、第一歩というかね、はい、何から手をつけたかというと、はい、まずはこれまで、まあ、長州藩とか薩摩藩とかみたいに、こう、なんとか藩というのをいっぱい、ね、国内に設置してたと思うんですけど、はいはいはい、この藩というのを撤廃していきましょうというところから手をつけていきました。なるほど、はい。漫画の69から71ページですね、はい、この辺に書かれてますけども、やっぱり日本という国がまず一つにならなきゃいけないと考えたんですね。なるほど、藩 を、はい、を撤廃して。そうですね、はい、言ってもやっぱその幕府を倒して新政府作りましたってなって、その中心にいたのが薩摩だったり長州だったりという、まあ、やっぱ藩のつながりがやっぱ強いというのがまだ残ってたので、この藩を一回撤廃して、まあ、一つの国だよというところを作り上げていきたいなという考えだったんですね。まあ、中央集権国家って言ってね、まあ、一つの政府のもとにこの国はありますよという制度をちゃんと作ろうという考えから始まったんですね。はい、はい、藩というその考え方が残ってて、まあ、内部はバラバラのままだったんですけども、木戸孝允という方がこの藩籍奉還というのを実施したんですね。これは藩籍奉還というのは、それまで各藩が持ってた土地だったりとか人材を一回国のものですよというふうに国に返しますっていう制度にしたんですよ。そうなるとやっぱ藩官を買う可能性もありますよね。やだよみたいな。藩官は買わなかったんですけども、でも結局返したという名目だけであって何も変わらなかった。なのでこれはちょっといかんと思った、西郷隆盛と大久保利通が話し合った結果、今度は1871年に廃藩置県という制度を交付します。だから今まではその藩って言ってたのを、はい、まあ、何々県っていうふうにも名称から変えていくという。あ、はいはいはい、ね、そして、まあ、何が一番変わったかっていうと、それまでは結局ね、さっき言ったみたいに藩籍奉還しても藩主が一番偉かったんですけども、この廃藩置県をすることによって国から県令という、まあ、今でいう県知事さんなんですけど、はい、県令という方を各県に配置するんですよ。あ、なるほど。そう、そしたらこの県知事が一番偉いから、はい、結局この人は国の人なわけじゃない。ってことはその県は国のものだよっていう、というもうその仕組みを作り上げていったんですね。はいはいはい。これを、まあ、さっきもちょっと言いましたけども、いわゆる中央集権国家という、まあ、こういう国家にしていこうという、もうその明治政府の方針で、まあ、廃藩置県を行った。あと、はい、市民平等という世の中にしていこうという考えも持ってたんですね、この明治政府は。はい。まあ、市民平等に関しましてはこう漫画動画で公開されているので、そちらもねぜひチェックしてみていただきたいんですけども、はい、これは簡単に言うと、まあ、の天皇家だったりね、皇族の方々はやっぱちょっと、はい、まあそれは別の扱いになりますけども、その皇族以外の一般市民の方々は皆さんも平等ですと、そういう、はい、世の中にしていきましょうということですね。はい。そして、このテーマでもありますこの富国強兵っていうのを、まあ、この明治政府はもうテーマに掲げて、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、強い国にしていきましょうということですね。あ、そういう意味ってことですか。そうそう、豊かな国、そして強い国、そういう富国強兵というスローガンを掲げます、はい、明治政府は。なるほど。
そしてこの富国強兵のためにこれは90ページですかね、見ていただいたら分かるんですけども、まあ、新たな制度3つ出します。国のもといは学制、兵制、税制と、これが富国強兵の基本方針ということですね。経済を発展させて国力をつける、お金を稼ぐ、そしてそのお金で武器を買ったり兵隊を育てたりして軍隊を強くするというのをまあ目標として、この国のもといは学制、兵制、税制とするという、この3つの基本方針を立てます。はい、まず学制といって、まあ、当時はやっぱね、まあ、その江戸時代までは学問というものがそんなにやっぱ重要視されてなかったんです。でもここにあるように富国強兵、まずは知恵をつけましょうと、それを未来の国のためにしていきましょうよみたいな。そして、続いて兵制といって、はい、これはやっぱ兵力をつけないと、しっかり、まあ、その戦争になった時の兵力を上げるためにいろんな人をちゃんと徴兵して、その戦争のための訓練をしましょうという。そのために、1873年徴兵令という令を出します。徴兵令、これは、詳しくはこっちに書いてますけども、はい、99ですかね、99ページ、1873年、徴兵令の公布、満20歳になった男子は士族平民を問わず兵役の義務を負うと。だから20歳になったら一回徴兵に行かなきゃいけないと、こうやって国を強くしていきましょうという国の方針がありました。はい、はい、そしてあとは税制ですね。国を豊かにするために税金を、確保しなきゃいけない。これが、今までのやり方と変わって1873年にこれ地租改正というのが行われます。はい、地租改正、この地租改正っていうのは何かというと、はい、今まではその収穫、農民の、まあ、農家の方たちが作物取って、はい、でその取れた収穫量に対してじゃあこれだけ納めてねっていうことを言ってたんですけども、はい、この地租改正を行ってからはまずその土地の値段、地価、はいね、地価の値段をまず決めます。はい、この土地はいくらの価値があります。はい、なのでこの 3% を納めてくださいという決まりを決めるんですよ。それを書かれた、まあ、地権という券を発行するんですね。はいはい、でそれを渡して、じゃあ分かりましたと、じゃあ毎月 3% 納めますという。でもこれがしんどいのは収穫高に対してのパーセンテージじゃなくて土地の値段だから、この本をね読んでいただければ分かるんですけども、はい、泣く泣く土地を手放す人もやっぱ現れたりとかするわけですね。あ、はい、結構この地租が、しんどかったと、はい、いう世の中なんですけども、ね、まあ、国としては税金が確保できるから、まあ、それを兵力に当てて国を強くできるぞという。なるほど、はい、まずは確実にいただくってことですね。そういうことですね。なるほど、もう収入、あの安定収入があるみたいなもんですね、国からしたら。はい、そういう、まあ、世の中になっていったわけですね。あ、なるほどね。はい、